ある日、企画とこじつけ。ご褒美企画をたくさんやっている実況者がいた。今日そんなとこのご褒美企画は食べ物じゃなく、ナイトプワさあ、やってまいりました、ホテルニューオータ。やばい、うわー、びっくりした、10倍待ちか、うおー、これ絶対勝たなきゃいけなくなった、やばい。でもさ、普通に考えてやばくない？どっかの高層ビルの屋上のプールがついてる場所の横で、イカとタコが戦い合ってるんだよ。でも今回はしっかりキルしてデス減らしたいんで、やっぱり遠距離向きですよ。やっぱご褒美企画は、まあ、しっかりご褒美として、やっぱ企画やりたいんで、はい。うわー、やばい、マイナス10分。もうマイナス10分って何？もうマイナス10分って何？もう見ることすら無理じゃん。入る以前の問題じゃん。いや、でも大丈夫大丈夫。これはね、しっかり距離取って射程ある武器できたんで、待って、こいつ持ってきたい。やばい！うわぁ！くおぉ！ちょっと待って！もうマイナス20分だけなっちゃった。やばい！でもどんなことがあろうと、この10倍マッチの動画で絶対やります。でも入れなきゃ、あれんでね、お蔵入りになるんだよね。いや、だからこそ、うわぁ！ちょっと待って、イエーイ！まあこれでもマイナス10分か。ちょっと待ってね、今みたいに遠くでひたすら戦えばマジいけるな。待ってね。この、もうね、やばいでしょ。まあ、本当はね、ホテルニューオータニ、ホテルニューオーク、ちょっと待って、マジでやばい、マジでやばい。の、ホテルに泊まるみたいなことにしようと思ったんだけれども、まあ、せっかくフェスやってて、あれこれ、夜じゃん、プールじゃん、屋上じゃん。やばい、ナイトプールやと思ってさ。まあ、ナイトプールあんまって行ったことないんで、暗くなったプールとかはあるけど、でもナイトプールみたいな最近流行りのね、やばい、終わった、やったやった、何、まいやばい、今マイナス2ぐらい、ちょっと待って、やばいんだけど普通に。ちょっと待って、一回集中するわ。残り1分半でしょ、まだ半分しか経ってない時点でマイナス成長、やばいね。ちょっとやばい、これ持っていきたいな。そこいる、いない、どこ、この下はいない、大丈夫か。さてどうするか。ちょっとそいつ終わったじゃん、もう。あー、勝った。直撃取れればいけるな。いるね、イエーイ、なんかいる、いい、これでプラマイゼロくらいじゃない。終わった、アフラ、アフラってなんだ、バブルバブル、え、待って、いける、イエーイ、そいつもやったらでかい、そいつもやったらでかい、うわー、やべ、プラス来た、プラス来た、やっぱゲームだけでもいけるな、いけるな、ほいほい、お疲れ、来い来い来い。ちょっと待って、あんまりでしゃばりすぎるとちょっとダメだ、怖い。ちょっと待って、あんまでしゃばっちゃダメ、やっぱ遠くで、ちょっと待ってよ、プール遊んでるねー。俺もちょっと楽しみになってきちゃった。あんまり出しゃばんのやめよう。え、この調子でいけばマジなご褒美企画で終われる。ちょっと、これね、一回入っといて、いろんなとこに入っとけば、これ味方が倒してくれたら、キルになるべ。よしよし、いいぞ。そこいるね。俺がサポート入れる。一発刺した。いけ。あと一発。よし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 、そこ。怖いな。そこね、もう味方がね、戦ってるところにちゃちゃ入れてキルを奪う。あ、待って、イカスピアやばい。いや、これね、終わった瞬間そこ撃つ。あ、直撃当てたな今。お、いけるな、あれ無理か。最後1キル、うわー、終わった。あー、最悪、最後1キルしたら完全にもうパーリピンポーだったわり。あー、これでもあれ、ノーマル勝ったらね、なんか美味しいもん食っていいって言ってたよね、みんなね。いや、もうなん、はー、1% さ、マジか。まあいいや、とりあえず10分は入れるんじゃない。ちょっと何分かわかんないけど、ちょっと計測してみて、何分ナイトプレイ遊べるか見ていきたいと思います。あー、マジかー、最後やられなきゃマジ気持ちかったねな。まあいいや、企画なんでね、ご褒美企画のことで、ちょっと嬉しいです。はい、ってことでですね、まあナイトプールに行くということで、まあこれから行くんですけれども、まあまあね、その辺のナイトプール行ってもいいんですけれども、まあなんかやっぱ行くんだったらすごいとこ行きたいじゃないですか。だから沖縄のね、ホテルの屋上にあるナイトプールに行きたいと思います。いや、沖縄のついでじゃないからね。はい、ということでナイトプール行きたいと思います。はい、ってことでですね、来ました、沖縄。しかもここ最上階でナイトプールがあります。行きましょう、行きましょう。おばい、屋上。おお、10階だよね。10階。え、なんか、あれ見て、あれ見て、あ、やばいやばい、ホテルルートイン消えちゃってるから、電気ちょっとだけ、電気で
こんな感じで屋上の、やばいですね。じゃあここから今から飛び降りたいと思います。やめてください、それ僕のカメラです。あ、カメラじゃなくて俺の命を言えや。やばくないこれ、だってやばいやばい、透けてるっていうのはなんていうのこれ、やばい、マジでやばい、ほら。いやー、なんだかんだ沖縄来たったね。沖縄来ましたね。クリちゃんは今部屋で休んでるけど、3人で沖縄旅行来てるんですけど、そう、僕今ね、ナイトプールじゃん、持ってきちゃった。出た、中毒。ナイト中毒じゃない。ナイトプールで何、荒野行動やるの。じゃあ皆さんね、ちゃんとね、みんなね、泳げないと思うんで、やっぱイカちゃんプレイヤーは水苦手なんで、潜って出てきてをね、ちゃんとやりましょう。じゃあ今日顔5秒間後に出てくるよ。せーの、1、2、3、4、5。よし、これでみんなもイカちゃんプレイヤーで水入れるよ。でもイカちゃんプレイヤーとか言いながらさ、当の本人さ、全く潜ってるふりして潜ってないからね。一切潜ってない。言わないでって言ってるじゃん、だからそれは。ちょっとさ、俺ちょっと泳いでくるからさ、ちょっとこれカメラ隠すわ。いいよいいよ。アキ、もう20分だよ。え、やだ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 、もう20分だよ、もう無理だよ、もう無理だよ、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 やだやだやだ、無理だよ。恥ずかしいね、恥ずかしいね、死にたい。